昨年10月大阪市立中学校の通行で環状線を一周するグルカンプラスに参加したことを受けて、大阪環状線の発車メロディーを数曲演奏します。 JR 西日本大阪環状線改造プロジェクトの全面協力を得て、大阪市の元気いっぱいの小学生およそ470人がドームせましと演奏演技を繰り広げます。カンテレのドラマ大阪環状線も人気です。今年10月にパート4一駅ごとのスマイルが放送されます。縁がありますね。それでは大阪市立中学校合同バンドの皆さん、今年のテーマは大阪パワーループです。よろしくお願いします。ドアが閉まります。ご注意ください。